刀の工房一の抜き技。これ抜き技でも工房一の如し五の線とか、だからなんか一刀とかいうのはちょっと工房一の抜き技とは言えない。工房抜きの一技は非常に勝負が早い。これ工房一だから、もう面なんか落としまわね。面を通ると振りかぶらんちゃいけんな。振りかぶったら遅いな。だから工房一の抜き技、これ本当の刀やけど、本当の刀振り回したら重たいな。まあ振り回さなかったらあんまり重たくない。振り回したら重たい。どない振り回しても重たい。あんまり振り回さなかったらあんまり重たくない。やったらこそ重たくない。だから突きを使う。でこちらの突きの方が長い。上げたり下げたりしたら重い。まっすぐ行くぐらいやったらもう高い。それでそれを使う。これ剣道と中央で目標はこことは限らない。もっと大きな目標で、はい、これで相手が来てくる。これと、これを折ったら打たれる。はい、次。はい。こうして、打たれる。こうしたときに、隙を入れる。ただ、こう持ったら刀が短い。だから、まあ、お互いの腕の長さや刀の長さも影響するから、これは後ろへ行くか、場合によっては横へ、うん、はい、はい、はい、横へ、後ろへ行くぞ。だから、これ、わー、これ、何回か、本当の刀なんで、稽古する。これでやっとったら軽いね。重たかったらちょっと跳ねてしわくなる。だからこれでこう考えると、このまままっすぐだ。もう上げたりしない。これで、さあってやっていきます。ギリギリ。な、ギリギリ。これ横へ。で、もう一つ、この手使ってよろしい。この手は横へ行ったり上から行ったり、はい、さあ、ちょっとこれ、はい、これないよ。これあんまり、これやったらそう距離を感じたい。で、ここ広い。それから面を打ってきたら面の下、線の下にあるから、このままさーっと回る。もうここへ来たら、はい、ここへ来たらえ、一歩、こちら。これないよ。これは受けてもいいし、受けんでも届く。あ、届く。だから、気になったらこれ遊んどうか。ただし、これの方が長くなるから、あ
味わえる刀の重さを感じる。余計力を抜いてスッと静かになる。おや、あ、ごめん、お、痛かったか、喉やったか、鼻やったか、感じてた。ごめんごめん、ごめんごめん、もうちょっとスピード落とそう。ごめんなさいな。はい、スピード落とす。ああ。いいな。めっちゃないな。そうだよ。スピード落とす。うわあ。落とす。内容で。まあ、こっちは遊んどうか。これを横へ行ってもいいし、後ろへ行ってもいい。けど、後ろへ行った方がいい。長いし、届く。けど、こちらは横へ行った方がいい。こちらは後ろへ行った方がいいと思う。またゆっくり。説明してからやったらとんでもないです。重さまでやったらちょっと入って、実際に。いやいやいや、振り回すよりよりも軽い。だからあんまりな、ドーンと力を入れたら、かいと思わない。はい、そのように下の方をつくよ。はい。ドン。下の方をつく。はい。する感じ。まあ1キロちょっとあってもな、こんだけ片手でこんだけでつけるなんかあんまくないより下の方中さあ、これが刀の内容抜きは。ただ石の落とし言う抜きはたくさんあるよ。例えばこちらです、うん、こちらあるけどこれ、まあ、内容には違いないんですけど、これ内容とこう、ね、まあ、内容には違いないんです。石の技ではない。はい、これで一ということで、あの攻防一の抜き技ではない。だからこのやつは入ってね、ふっとこうとこうやってた一と、はい、これ、はい、一とと、ね、だから面でさ決めようやってる一二四つや。あれ、こっちやったら、もっと早くね。はい、一歩、では面。はい、一歩。ということでね。だから、あれ、一歩というのは、ちょっと、攻防一のごとくで、ちょっと遅い。だけど、あれを使っているのよ。こっちを使ったら、面。面を使ったら、一歩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 、こっち。もう、あのね、足では体操が切れるって言うと、点では面来たらいいなって、面来たら、さあ、そのせいかなってやるよ、ここで言うと。これでも返したら、面来たら、早く来る。どうですか？
びっくりした？京都から来る男がな、はい、今仕事がなくなってん。あ、そうなんですか。今せやから仕事を探しとんねん。あ、まあいいやつやけどな、うん、俺まだおったこともない男やから、あ、なんぼいいやつや思うてもちょっと仕事の世話まではできんからな、うん、なかなか何かあったら俺の責任になるし、はい、見たこともない男やから、はい、SNS だけで仕事世話するわけにいかんからな。子供しかも5人ほどおるらしいから、お前どないするんやって言うとね、子供5人おったら大変やな、ね、食わすだけでも大変やな、働かんとね食わすだけが大変やん、ね、5人も稼ぐんやから。54からまだ子供小さいやろからな。俺メガネどこ置いた。なまた土曜日な、元気においでや。ホーくんにな、はい、水曜日稽古に来いって、うんうん、遅れてども言うとき、はい、お前キャオビアのに稽古料足りんぞいて言うてんのやね、全然他のえ他の長い音やってるもんね、気がんあんな稽古料で黒帯になろう思ったら5年ぐらいだろう。特に彼は大きいこと言うけど殴られたら弱い、うん、俺なんか殴られたらそうなるけど、まあ、昔から悪いけど殴られたら凶暴になりよったからな。おとなしいやつが急にクッて顔色変えたら続き回せ言うことに、やられたらやれっていう、あの後輩にも言うとったから、やられてあと怖がって怯えたりしたらもっとやられるからな、やられたらくっつやり返されると。You guys are...